セックス。どうも、あかねちゃんやで。マインクラフト 1.12 で追加された進捗をやっていくで。まあ普通にやっても他の動画と丸かぶりなんで、友人のクローズさんの作った96個の進捗をやっていくで。ちなみにクローズさんはカオスな高さ縛りとかいう動画を投稿してるんで、そっちもよろしくね。んじゃ始めるよ。あかねちゃんやでー。あかねちゃんかわいいって言って。ほら。ほら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 。じゃまずは創作進捗の導入方法を説明するで。出ないとクローズの挑戦状も遊べないからな。下準備のために一度このワールドから抜けるで。創作進捗の遊び方。バージョン 1.12 で好きなワールドを作る。進捗を入れたいワールドのフォルダを開く。データフォルダの中のアドバンスメントフォルダに作った進捗を入れる。ファンクションがある場合同じフォルダ内のファンクションフォルダに作ったファンクションを入れる。これで創作進捗で遊べるのでみんなもクローズの挑戦状をやろう。進捗入れたことだし最初の進捗を達成しに行くで。ちなみに最初の進捗は土を手に入れるだけやで。無事進捗達成や。せっかくだし進捗画面でも確認しに行くで。うわ、私の進捗色すぎ。まずはいつもの高さとかいう進捗をやるぞ。レッツ、直下掘り。説明しよう。直下掘りとは文字通り真下の実を掘り抜くのだ。そこに何があっても掘り続けるのだ。そこに何があっても掘り続けるのだ。川の中に石がある。拾いに行こう。あ、この川、深い。注意。この動画には高さ縛り要素はありません。もちろん俺らは直下掘りするで。ボブシル。説明しよう。高さ縛りとは岩盤から立方体ブロックをすべて集めて塔を作る縛りプレイである。スタート地は岩盤の座標以外での採取は禁止なので素手で直下掘りするしかないのだ。ただのド M だね。あ、これさっきと同じ落ち。忘れないうちに難易度をハード固定にしておくで。いつもの高さの進捗をもう一度挑戦するで。つるはし作るのめんどくさいから今回も素手掘りや。長いのでカット。無事進捗達成や。せっかくだし進捗一覧を確認するで。岩盤の高さまでやってきたで。でもうち高さ縛りしてないからここにいる必要ないんだよな。地上に帰ってきたし簡単な進捗からやっていくで。まずは木の温かみから木材ブロックを置くだけで進捗達成や。続いてゾンビーフを1。ゾンビーフを1。建築する。木材の階段ブロックを設置するだけ。ちゃんとした建築はこの動画の最後にやるで。勇者見習い、木の剣を作るだけやで。こいつ勇者あーって名前にしそうな見た目してるな。夜になったから安全な地下へ駆け込むで、金属の源、鉄鉱石を手に入れるだけや。金属加工、鉄または金のツールを手に入れる。今回は鉄のツルハシを作ったからおまけでバニラの鉄のツルハシで決まりも進捗達成や。朝になったし最後に拠点を作っておしまいや。この広い平原に拠点を作っていくで。このクローズの挑戦状、最初はこんな感じで簡単な進捗も多いんや。でももうすでに立方体ブロック221種類すべて集める超高難易度進捗があったりと嫌な予感しかしないで。拠点も完成したし今回はこれでおしまいやで。
次回も引き続き簡単な進捗を埋めていくで。ほなまたな。